て立ち上がれなくなってる感じで、あの横にいた職員の方が支えてこう外に一緒に出て行った感じでした。あのように泣き崩れるような状態に、プライベートでも見たことがない、本当にもう本当に見てられなかったです。辛すぎて。これは交流される2週間前に周庭さんが公開した動画です。
占する議会になったのだ。資格を剥奪された民主派議員の一人、梁慶章氏は、香港のですね、さまざまな自由において非常に問題のある出来事だと思うんですけれども、とても驚きました。前代未聞です。なぜなら中国政府が本当にギリギリだったね。何が民主的に選ばれた香港の資格を剥奪したから。ワープして帰ってきた。これは一国二制度に対しての衝撃です。1時間回れればいいか。まあね、うん、確かにね、あと30分ぐらいやってくれればなと思う。多分8時でしょ、そこ。ちょっと見てみて、7時までだったらもういいか。新中の議員だけになった議会は小島寄ってくるね。何の意味があるのか、定めることになります。小島まだ奥だからね。新中派の議員は多くの市民の意向に背いた通すことになりますか。議員資格の剥奪だけにとどまらない。香港では議員が政治亡命するまで追い込まれている。警察とデモ隊に割って入り仲裁をしているのは民主派議員だった許智鳳氏。警察は議員のゴーグルを剥ぎ取り催涙スプレーを発射した。デモを扇動していたわけでもなく、仲裁に入った許氏が警察によって制圧された。本当にチロチロって思われた。議員辞職した許氏は滞在先のデンマークで政治亡命することを宣言した。ここで混んでるからな、行けるか微妙だな。私は香港のために何ができるのか自問してきました。議会に残り専制政治に対抗するためわずかに残った議員としての仕事をしようと最善を尽くしてきましたが、もうそれはできなくなりました。亡命は移住ではありません。私は香港のために生きることを約束します。忌憚してるかな。権力を監視してきたメディアへの圧力も強まっている。香港優先テレビは1300人の従業員のうち100人の大量解雇を発表した。ここ次第って感じ。会社側は表向きには経営団のリストラが説明しているが、スタッフ全員がリストラの対象となった番組だった。うんちボックスまである報道番組ニュース指針。モンベルが始まる。モンベルというかショッピング中国寄りに書き換えられた教科書の検証など政治や社会問題の調査報道を専門にしていて数々の賞を獲得してきた。社員の記者たちはカムラに説明を求めた。その内部映像を入手した。私たちは指針をなくそうとしたいわけではなく、どの報道部員でも指針と同じ仕事ができると思っている。これは立て直しの過程です。立て直しって、指針のスタッフを全員クビにすることが一番いい方法だと思ったんですか。指針ってない。これはニュースになりますよ。日本人だから決定する前に私たちと話し合いもしていないじゃないですか。話すチャンスがなかったんですよ。解雇されたのは仕事のできる人たちばかりです。指針は全員クビ、一番優秀な記者と一番編集が早い人もクビになりました。理由が聞きたいです。個人個人については言えません。こんなにも人がいてカメラもたくさんあるなんて。示すため中国ニュースを担当する記者など他の報道部員は相次いで辞表を提出した。この件について倉田教授は、
これは政治的な圧力ということを、想像するのが普通だと思います。今回のところに来る直前にこの優先のテレビでは警官の入れ替えがですね、そこで、比較的慎重なと思われる人物が、人事の大きな権限を持つようになりまして、そのことをおそらく影響しているというふうに考えられます。手錠をかけられ護送車から降りる男性、民主派の重鎮で地元紙アップルデイリーの創業者レイ・チエイ氏だ。今年8月国家安全維持法違反の疑いで逮捕され保釈中だったが、一昨日不可解な詐欺罪を理由に起訴され、来年4月までの勾留が決まった。背景に政治的な意図があると指摘されている。身柄が拘束される3日前、顔がしっぽい饅頭みたいな記者のインタビューで保釈は延長されるだろうと楽観的な様子を見せていた。Please pray for Hong Kong people. We need your voice. We need your attention. We need
込んで若い世代がこうして問答無用で捉えられてくるっていうのは本当にショックを受けますよ。終点さんにしても初犯ですしね、本来なら社会奉仕程度で済む話なんですよ。ただこれが終わりではなくてね、去年6月から1万人以上が逮捕されていて2000人以上が起訴されて多くのお金が含まれているわけですけれども、香港の人口は、ね、750万人家電もお値段以上に取り。
け。うわぁ、見てよ、この天使。愛する彼女は靴磨き職人、一層靴を作って磨き上げる。やりがいを感じるときは、お客様の期待を上回れたときです。お客様が喜んでくれたりとか、自分がしたことに対して評価してくださるっていうところが、すごく直接的にやりがいを感じます。大学時代に教員免許を取った。でも本当にやりたいことは何だろう。そう悩んでいた時、先生が言った。好きなことでないと最大限のパフォーマンスを発揮できないっていう、自分の中でも好きなことを仕事にしてみようと思って、靴磨きを仕事にするという。彼女は厳しいかな、これは。2年近くに出るの行くの、プロの靴磨き職人に行ったら、好きだから全然まだまっすぐなのっていうわけではないんです。ここでこんなコンテンツ、だからこそ本気で向き合える。今朝の